7月に発売予定のシビックの EHEV、はい、見ていきたいと思います。もうすでにガソリンエンジンの方は発売からもう1年近く経つんですけれども、はい、今回は EHEV ということでですね、うん、新しく追加になる車を今日ご用意しています。はい、グレードは1グレードのみなんですけれども、うん、ガソリンの最上位モデルが、まあ、EX っていうグレードがあるんですけども、うん、それをベースにハイブリッド化したっていうような位置づけになりますね。値段はどのぐらい違うんですか？値段はですね、まだ正確には申し上げられないんですが、うん、ここよりは下ぐらいっていう感じで、ちょっとは大台まではいかない。400万はいかないと。大台まではいかない。だからということは40、50万ですね、というぐらい、ね、今日は曖昧な音ですね山本さんね、はい、今回の僕はシビックのもう一つ特徴、ここのなんてね、この素敵なこの、はい、蜂の巣みたいな、蜂の巣みたい、本当これがですね、中にもなってますよね。そうですね、これがすごく斬新でかっこいいなと思います。はい、これは、はい、蜂の巣、六角形っていうのは、まあ、はにこむって言いますけども、はい、すごいニンニカなった形なんですね、うん、強度とかそういうのも自然界でもよくあるんですけども、はい、あとはまあ大体スポーツモデルとかのまあ、ステータスってほどでもないんですけども、まあ、シンボルみたいな形で、まあ、エクステリアだとフロントグリル、うん、中でいうとエアコンの吹き出し口のところ、うんうん、あの辺も非常に世界のお客様から好評いただいているポイントですね。うん、最近の流行りってテールランプも一直線じゃないですか。で中もね全部一直線のところがやっぱ新しいな、うん、そうですね、顔もかっこいい。本当ですね、若い人から我々の年代まで全然いける顔だもん。あのね、くどくないですよね。シンプルなんだよね、うん、でちょっと横をカメラさん寄ってくれる、ずっとなっていって、ほらでこの辺の流れ、そしてね、うん、やっぱり一番注目は4ドアでありながら、うん、これ山井さん後ろがね、そうですね、はい、このルーフから綺麗にラインがつながってるんですね、はい、普通ね、はい、うん、後ろにトランクがあるんですけども、はい、これはね、こうやって開く、ほら、これですよ。ただこれは今樹脂材料でできてて、まあ、通常鉄板とかでやるんですけども、はいはい、それを今回樹脂にすることでデザイン自由度がかなり上がってるので、うんうん、ルーフから綺麗に流れるラインとか、このヒンジが前のモデルよりも外に結構追いやられてるので、はい、リアに乗る方のクリアランスとかですね、うん、あとは外のデザインもすごく綺麗にルーフから流れる、うん、でサイドは水平基調でこのラインが前から後ろまで綺麗に取ってくるので、はい、まあ、昔のタイプだと結構後ろに向けてこう上げてたんですけども、その辺をすごく水平基調にして、うん、このグラスエリアとこのサイドの軽快さみたいなのをうまくバランス取ってるで、ね、でこれね、もう一つこの車の好きなところがあって、はい、これちょっと後ろ、あ、前へ倒します、はい、こう倒すとやつのよ、これフルフラット、かなりフルフラットになるんですよ。だからこれちょっと防具1枚やれば寝れる、もう寝れる、寝れる、本当にこれいいですよ。この開口もかなり大きく取っているので、使い勝手も、はい、大きなものを乗せたり下ろしたりするかなり大きなものがありますね、はい、ます。以前ね、実はサーブ乗ってたんですね、はい、サーブのハッチバック乗ってたんですよ、はい、スリードアの、うん、それもやはりこういう風になって本当にフルフラットになったんで、これはいいなと思って、まあ、これを見ただけでもなんか欲しくなっちゃったな、うん、本当に。これは何ですか？これはトノカバーですね、はい、うんうん、これもいいですね。普通こういうのは跳ね上げなってて、はい、いちいち飛んなしちゃいけないと、ね、邪魔の時はこれもこうやって外せるようにはなってる。お、はい、本当だ、簡単、はい、簡単、入れてもらえれば。お、これをまたね、荷物なんか見せたくない方はここでこうやってやるんで ね、 いいですね。いいじゃん、いいじゃん。ここですか？そこの爪に引っ掛けて、あ、すいません、ですね、いいじゃん、こういうことだよね。あ、わ、ねはい、かりました、こうですね、あ、こうだ、いいじゃん。で、これを閉めると、はい、見えない、と、はい、全然見えなくなるんですね。ここにあともう一つカバーがあるので。あ、なるほどね、ここです。あ、ほんとほんと、これはいい、便利便利。であと簡単だな、 はい、このグレードでいうと今BOSE のシステムが入ってるので、リアはこことここに今ウーハーが入ってるんですけど、これいい、ね、便利。こんなん初めてだ。これめっちゃいいですね。珍しいところに感動するよね。いやでもね、これ実はいつもこれね、鉄がこう入っていて、そうですね、向こうからやってくるから、はい、めんどくさいんですよ。めんどくさい、意外にそうそうそう、ハードボードの置き場所に困ったり、そうそう、して置く場所なくなっちゃって、で結局寝かすわけにもいかない。これはありますこんなの。これは
あまり他社さんで見ないですね。見ないですよね、はい、これなんで今までこれになってなかったんだろう、今まで。あの先代のシビックも実は8ばっかこれがついてたんですけど、うん、これは便利、便利ですよ、めっちゃ便利ですよねこれ。いや便利便利、これは便利。あ、いいですね。あ、そうですね、本当。これ何がいいかっていうと、うん、これさっき言ったね、これ蜂の巣みたいなのが、これ可愛いですよね。それがずっと向こうまであるでしょ。本当、これが、これね、これはね、新しいのにちょっとねクラシックっぽいですよね。確かに、この辺の雰囲気めっちゃ可愛いな。かっこいいよね。デザインと機能性と、あとは実は走ってる時に水平基調があると、すごく運転してる時に車の姿勢とかですね、幅寄せがしやすいんですよね。なるほど。で見ていただくと、前が今ワイパー見えないと思うんですけども、はい、前の視界もすごいいいですし、視界めちゃいいですね、はい、例えば左に曲がるときに、うんうん、あの歩行者の方とかが見やすいような、あのすごくすっきりした目線になりますし、運転してるときってあの目線を右左常に動かすので、うんうん、あの出っ張りとかがあるとすごく疲れるんですよね、うんうん、まあ、うちでいうとノイズレスっていうんですけども、そういうところもすごくこだわって、曲がりやすそう、本当、はい、これいいですよ、良さそう。どう違うんですか、どう見ればいいんだろう。全く新開発の2リッターの直噴の N エンジンになってます、はい、あのガソリンエンジンは 1.5 リッターのターボなんですけども、これはもう完全に N エンジンの直噴の新開発のエンジンです。 N だったんです、いいね、はい、あの気持ちよく回ります。で実際にはあの eCVT なので、うん、無断で変速はするんですけども、普通の DCT のような回転 の、はい、あのダイレクトシフトっていうんですけども、そういうシステムを組んでるんですね。これでリッター何キロぐらいなんですか、燃費ですか、はい、それもまだあの公表はしてないんですけども、うん、ベースに対して3割4割は良くなってると思いますね。そうするとどれぐらい、リッター20の上です ね、まだちょっと、はい、いきますよね、言えないんですけども。20いくの、はい、いや、ハイブリッドでいいヘブだからリッター20は行くと思いますよ、ね、40万円高いんだもんね今あのガソリンもガソリンも高くなってますので、ね、お客様はやっぱり気持ちよく走った後にガソリン入れてがっくりしちゃうっていうのはちょっと良くないと思うんです ね。なので今お財布に非常に優しい、ね、うん、ハイブリッドはね、はい、そうだよね。さあ今回はホンダのシビック特集ということでしたが、はい、いかがでしたか。いや僕はあのこれのガソリンエンジンを1回乗ってるんですよ、うん、で本当にこれは日本人が作ったのかって俺に聞いたぐらい走りがすごく良くて、そこに今度 eHEV が出たでしょ、あれよりもさらに燃費は上がってるわけじゃない。だからあの走る動力性運動性能を持ったまま登場してくるんだろうなっていう、こう期待がある、期待感ですね。テリーさんは、あの初代シビックからね、シビックって全然変わってったと思うんですよ、その中で今回のね、まあその一番現行のシビックは本当にいい形で生まれ変わったと思う、はい、で本当にあの最近のホンダっていうのはなんかシンプル的なものをどん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 取り入れてきてるんで、あのなんか今後さらに期待できますよね、うん、あの本当になんかいい形で、うん、面白い会社ですよね、はい、ありがとうございますそういうのが好きで私もホンダに入ったので、ね、はい、そうだよね、ホンダってやっぱりなんか特別な匂いがするんですよね、憧れみたいなものがあるから、うん、ぜひそのね特別感をこれから、ね、これからも作っててください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。